今日は1泊2日の小旅行のパッキングを紹介したいと思います。イエイ。普段よく旅行に行く私の最上限のパッキングです。本当に荷物をなるべくね持ってきたくなくて、まずカバンはアテリアエディションのショッピングバッグです。これは普通にこう荷物系ってなんとなく荷物カバンって分かりやすいやん。でもあんまり分かりにくい、なんかファッションに馴染めるバッグというか、ここにリボンついてるし、まあ、形も本当にめっちゃ入るから、普通にファッションとして使ってますみたいな感じでテンションでごまかせるので、これが好きです。かなり入ります。まずコテですね。大事。このリファのコテの好きなところは、他のコテよりちょっとちっちゃめなところですごく軽いです。他の荷物比べると重たいんですけど、全然コテ界の中では本当軽い方なので重宝してます。他の持ち運びなんか充電式のあるんだけど、あれは私の前髪的に相性が悪いので、リファのコテはもう必ず絶対持っていくようにしてます。続いて下着類です。紹介はしません。服はお洋服もまあもう正味かさばるじゃん。一番持ってきたくないんだけど、まあ、ファッションはやっぱ妥協できない。写真も撮りたいしできないので、あ、そう、2日目の服をちゃんと素直に持ってます。靴はさすがに一緒にしてます。春服なのでジャケットとパンツと小物系。私はお洋服はこのまま入れちゃいます。もうズボラすぎて、ちゃんとこう整理は整頓するんだけど、まあ、他のがちゃんとこう入れてるからいいのかなと思って、お洋服はそのままボコンって入れます。なるべくお洋服は最後に入れたり、ホテル着いたら一番最初にお洋服を出したり、なるべくシワにならないように努力はしてます。続いてまあメイクポーチですね。メイクポーチはいつもみんなにびっくりされます。ジップロックみたいな。よく旅行に行くのでジップロック本当に楽だなって最近気づいて、ちょっとジップロックです。こっちが筆です。筆めっちゃ使うんですよ。筆を使うようになってから筆しか使えなくなっちゃって、目だけでも4本使ってます。またねいつかメイクブラシの紹介とかもできたらいいと思ってます。ちゃんとブラシも洗ってるし、まあ、あとはホットビューラーとか。メイク道具はこれも妥協できないっていうか減らせないので、でもこのメイクたちはすごく最小限にしてて、いつも普段のメイクはディオールのあの4つのパレット使うんですけど、旅行用の時だけこのカラーグラムをちっちゃいやつにしたりとか、基本私はメイクをアイシャドウパレット1個で済ますので、こういうのだったりとか、まあ、比較的、まあ、ちっちゃめなアイテムばっかりを持ってってます。ちっちゃめちゃんだったりとか、これもちっちゃめちゃんだったりとか、 あと眉毛とかも眉毛ブラシをが一緒についてるやつとかして、なるべく工夫します。こっち描くやつで、こっちブラシするやつ。これはペリペラので、普段のメイクはちゃんとしたブラシで描いて、まあ、かさばれないようにこういうなんていうの、こう棒みたいなのがいっぱい入ってます。でも最近買ったクッションファンデが本当にどでかくんでこういうファンデーションとかもなるべく主教品の使ったりとか、そしたらかさばらへんやんか。これも入れちゃいましょうか。すいません、あの私今風水屋にハマってまして、ちょ待って、もう最後やん。まずこれはパックです。スカイキリパック。これは三の国いただいたパックです。ありがとうございます。まあ一応スカイキリのマスク、まああとこれもスカイキリのシャンプーたち、もうこれ本当に大事。ファンの櫛なんですけど、これもファンの方にいただいたやつです。ありがとうございます。まあヘアセット剤、ヘアセット剤もこれはなるべくちっちゃめですね。これはミインカールっていうサロンで買いました。もうこれの欠点は中で蓋が外れてこう暴れ出すところです。いろんな商品がいい匂いベタベタになっちゃうのがちょっとネック。メイク落とし、これはビオデルマで、これはメイクも落とせるし洗顔代わりになるので洗顔を持ってかないです。いつもこれで、まあ、帰りの飛行機とかにこのコットン、このコットンもアルビオンでもらったもので、これも使い切りタイプで、こので落として帰ったりとかして、化粧水にもなれるし、これは本当に愛用してます。これもわざわざチャイのを買いました。え、マジみんなアインズトルペ本当に旅行用のアイテムたちがたくさんあるのでよく行ってます。で、これはアビブの試供品です。これはちっちゃい化粧水とイニスフリーのブライトセラム、これも試供品でちっちゃいやつ、これちっちゃいやつが大好きです。で、あとアイオリップクリーム、まつげ落とし、意外とねこんだけしか入っていません。あとピン、こ
ここにもちょっとつけてるんだけど、このピンは韓国のオリーブヤングで買ったんだけど、これは前髪に跡がつかなくてすごくおすすめです。基本全部使い切りで、あっちです全部捨てれますみたいな商品しか持っていかないです。そういう商品が本当大好きなのでたくさん集めてます。これのポイントは、これジップロックのポイントは、絶対にこう空気を抜いてギリギリまで密閉空間にすることです。完成。重った。何キロあんのこれ。こんなに荷物を軽くしても重たいんですよ。なるべくアウターとかをジャケット入れちゃったんだけど、アウターとかは1日目2日目とかでまあ一緒にしちゃったりはします。着回しをします。ということで、これからもいろんなとこ行くので、ぜひ Vlog など楽しみにしてください。またねー。